うわーよっしゃよっしゃあーあああああ大地とテル、あ、大地とマテオと土本が来る。確かにお互いサプライズだ。はい、マテオに投げる系。はい。でマテオも一緒に。あ、おん。マテオも。ちょいちょいぜだめよ。ちょいぜしか出してないよ。8円頑張ったんだから。サイじゃん。もうでいい？お味は。うまこれ。カスタード？カスタードじゃない？うまい。あの例のあれちょっとあれ毎回ねちょっとたまにようにカットされるんだけど、うん、これだけはやりたいっていうのギャグがあるからちょっとやらせて。おお、これは10ヶ月記念日や。いやでそれ言うね。はい、どうしてんだ。じゃあちょっといただき、マナにつけられた。いっと、さっきのさっきの、あ、それか、これいけるか。あ、こうこれダメ、これダメ、これダメ、これダメ。手でさ、手でいいよ。手でバッて皿痛いから。なんで私がやるの。外にしてね、外にしてね。いやで青いな。ガチモンじゃん。ガチモンなんだけど。あれなんで。ストレス。これからもうみんなで帰宅です。マナの誕生日と俺たちの10ヶ月記念日と俺の誕生日のお祝い。何にも聞いてなかったけど、突然サプライズでやってくれた。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわー、よっしゃいいなー。よっしゃー、楽しいわ。待って、いいこと教えてあげる。暗すぎてあんま映ってない。でもいいよ、顔見えないし。やばい。今怒ってたよね。怒ってた。あれ、ガンちゃん怒ってる。トイレ来てマジ。横の空気がマジやばい。あれはただやばい。そうですね。じゃあね、また遊ぼう。うん。じゃあね。
バイバイ。てかさ、最近さ、てるいさ、どうなの？その、女の子事情とか。まあ、あるけれども、会社もじゃない。あるの？いや、気になる子がいるってこと？そうだ。マジで気になる子いるんだ。じゃあ、今日またスカイプで話そう。じゃあ、バイバイ。じゃあね。今、二人で帰ってます。うん、うまっ。岸本がメントスと、あとなんかもう一つお菓子買ってくれた。また連絡してきよう。じゃあね。